やばい、待って、今何時？今何時？行動計画、行動計画、え、3時じゃん。あー、つんだー。マミやばい、私今起きた。え、マミも今起きたの？やば、うちら最高だね。今から自己分の計画パーティー、よし、一緒に頑張ろう。あー、やるかー。だるま時代。あ、やばい、あ、やばい。明日の行動計画、明日何曜日だ。もう患者さんに毎日日付聞いてるのに分かんなくなるんだよな。明日は特に変わったことはないよね。検査とかも特にないし、うん、そうだな、やばいな、うん、トリマ速欲しよう。トリマ速欲からの排便コントロールだな。マグミット飲んでたっけ。え、そっからの歩行練習だな。歩行練習して、うん、こんな感じだろう。つまみにライン。やばい、明日何にもイベントなくて今日と同じ計画になりそう。ファミもだ、うちら同罪だな。頑張ろう。あー、絶対突っ込まれるよな。昨日と一緒じゃんって絶対言われる。やだよ、無理だ。あ、やっと寝れるよ。あれ、待って、明日から新しい点滴始まるんだっけ。うわ、やばい、調べてない。いや、明日の朝やればいいかな。もし寝坊して病棟行って作用副作用適化時間答えられなかったら、いや、やばいやばいやばい、今日やろう、あともうちょっと頑張る。明日世界で大事件が起こって実習がなくなりますように。おやすみなさい。1時間後。もう起きたくない、起きたくない。実習滅びろ、実習滅びろ、実習滅びろ。行きたくない、行きたくない、行きたくない。朝起きると必ず瞑想タイムに入ります。もうこの世界なんてどうでもいい。今日なんて早く終わっちまえっていう感情になってます。ジャパンコーマスケールは2の10ですね。やばい、遅刻する、やばい、遅刻する。教科書入れた、記録入れた、記録、全部あるか、全部あるか、記録、あるな、あるな。看護学生になると時間がないのでとにかく早食いになります。皆さん誤嚥には注意しましょう。どうせシャワー浴とか入ると全部メイクは落ちてしまうので、眉毛くらいはまあ人相悪くならないようにって感じで。アイリデラックスはガチャめなのでアイプチだけはやります。毎日やるヘアスタイルのお団子はもうほんと3分以内でできるうちらギャルって感じでした。でもこの結ぶ時間さえも惜しくて、結構私もそうだし周りもボブとかショートカットにする子が多かったですね。まあそんな感じで完成。よし、今日も呼吸してるだけで偉い。行ってきます。看護師アイリデラックスチャンネル見ていただいてありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録お待ちしてます。メインチャンネルも覗いてくれると嬉しいです。アイリデラックスの SNS でも看護ネタ発信してるので見に来てください。